記録的な暑さとなった今年の夏、新潟市北区では塩害で田んぼが枯れる被害が発生しました。通常のおよそ7倍の塩分濃度となった土壌は今どうなっているのでしょうか。こちらが塩害のあった田んぼです。およそ3ヶ月前と比べるとしっかりと刈り取られているところもありますが、まだ稲がそのまま残され、赤茶色だったのが黒く変色している田んぼも見られます。枯れた稲が残された新潟市北区の田んぼ、今年8月この場所に襲いかかったのが、水がこうなんとかちょっと荒れへんだなって言って舐めてみたらものすごいしょっぺんだ。塩害でした。県内では今年梅雨明けから1ヶ月以上まとまった雨が降らず、新潟市北区では阿賀野川に海水が逆流、農業用水に塩分が混ざり、およそ11ヘクタールで稲が枯れました。土壌からは通常のおよそ7倍の塩分を検出。採取した米も、しょっぱい。ですよね。確実に分かりますよね。そのまま塩分が残ってたら稲作できないわけですよね。だからそういう意味でもその情報を農家さんにお渡ししようとは思っています。おそらくなくなるとは思いますけど。発生からおよそ3ヶ月が経ち、心配していた土壌はどうなったのでしょうか。新潟大学農学部の三井俊明教授は今月9日再び土壌を採取し塩分濃度を調べました。すると塩分はもうほとんど通常の正常の塩分濃度になっています。よかったねよかったねと思います。一部の土壌は通常と同じくらいの塩分濃度に戻ったことが分かりました。一方、黒く変色し今も枯れた草が多いところはまだ塩分が残っています。これからおそらくまだ雨が降って雪が降って、それによって徐々に塩分が除けていくんじゃないかというふうに思ってますけども。こうした中、現場の様子にも変化が。こちらも枯れ果てていたはずの田んぼなんですけれども、よく見ると新しい緑が、小さな芽のようなものも生えてきていることが分かります。これ、農家さんが稲刈りをして、その時に種子が落ちて、それが発芽して雑草も含まれていると思いますが、こういうふうにちゃんと成長していると。また三井教授は今回得られたデータが今後塩害に強い米の研究に重要な役割を果たすと話しています。温暖化のための、対策を立てるためのですね、重要な貴重な知見が得られるんじゃないかというふうに思っています。そういう意味ではいい方に捉えて、やっていきたいと思っています。はい。